野口瑞希は日本の女性陸上競技元選手。三重県伊勢市出身。オリンピックマラソン競技金メダリスト。女子マラソンの日本記録、アジア記録保持者。血液型は O 型。身長150センチメートル、体重40キログラム、左利き、既婚。現役時代は小柄ながらも強い筋力を活かしたストライド双方の走りが持ち味であった。 高校卒業後に、ワコールグローバリーを経て、シスメックスに所属していた。伊勢市立高生中学校1年生時友人に誘われたのきに陸上部へ所属。中学卒業後の1994年4月、三重県立寺山田商業高等学校に入学。同高校時代には3000メートルで、インターハイに出場、駅伝でも活躍した。1997年に、 ワコールに入社したが、翌1998年10月、会社と対立した、監督の藤田信幸が、牧原少数の選手を連れて辞任すると、野口もこれに従った。一時は、雇用保険の求職者給付を受けながら、現役を続行した。1999年2月、監督らと共に、グローバリーに入社。この年の犬山ハーフマラソンに優勝したのをきっかけに、 ハーフマラソンを中心に取り組むようになる。1999年10月の世界、ハーフマラソン選手権では、1時間9分12秒で、当時女子マラソン世界記録保持者のテグラ・ロルーペに続く2位に、入り銀メダルを獲得、2001年3月の全日本、実業団ハーフマラソンで優勝するなど、その活躍は目覚ましく、ハーフの女王として知られた。2013年5月の、 仙台国際ハーフマラソンでの優勝まで、ハーフマラソンでは34戦21勝である。2000年7月の札幌国際ハーフマラソン、女子の部では、同年9月開催のシドニーオリンピック女子マラソン、日本代表に選出された、高橋直子と競り合った。だが、野口は終盤で遅れ、高橋が1時間9分10秒で優勝し、野口は1分26秒差の3位だった。 後に高橋はシドニー五輪女子マラソンで陸上競技会において日本人女性初の五輪金メダルを獲得したことにより野口は自分も高橋選手のようにオリンピックの女子マラソンで優勝したいと思うようになる。2001年6月将来フルマラソンを走るためのスピード強化の一環として日本選手権の女子1万メートルにエントリー。 自己記録を更新して3位に入り、同年8月に行われる世界選手権、エドモントン大会の代表に選出。その世界陸上女子1万メートルでは13位に終わったが、この成績から世界一を狙うなら、マラソンしかないとの確信を持ち、翌2002年のマラソン初挑戦へとつながった。2001年11月、淡路島女子駅伝競争大会に、 グローバリー代表として出場。野口は第4区を区間1位34分50秒で走り、また同代表チームを総合初優勝に導いた。同年12月の全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会への初出場も果たし、野口は第3区を区間3位32分21秒で走ったが、同チームは総合5位に止まった。なお、 グローバリー代表として、同女子駅伝大会の出場は、この2001年が最初で最後となった。2002年3月、初のフルマラソンとなった名古屋国際女子マラソンでは、中盤の 25km 過ぎで2位の大南博美、3位の田中恵美らを引き離して独走し、初優勝を飾る。しかし気温が20度近くと高かったため、記録は2時間25分台に止まり、当時、 渋井陽子の持つ初マラソン世界最高記録には届かなかった。翌2003年1月には大阪国際女子マラソンへ2回目のフルマラソンに出走。途中で給水を2回取り損ねる失敗がありながらも回想し、前年優勝者のローナキップラが虎を相手に快速ペースの展開で次々と有力選手を先頭集団から振り落とし、 当時日本歴代2位の2時間21分18秒で優勝。2位の千葉雅子、3位の坂本直子と共に上位3人が2時間21分台と国内最高記録をマークした。同年8月の世界選手権パリ大会では中盤までハムボンシルにぴったりとマークされ何度も手足がぶつかるアクシデントに見舞われた。レース後半3 0トル過ぎにキャサリンヌデレバがスパートすると 野口を含め、日本女子選手たちは全くついていけず、徐々に引き離された。ゴール直前では野口が少しずつ追い上げたが、19秒差で届かず、ぬでればが優勝。しかし野口が日本女子トップの2位に入り銀メダルを獲得したため、翌2004年のアテネ五輪の代表に内定した。千葉は3位に入り銅メダル獲得、坂本は4位入賞。 くしくも同年に1月の大阪国際女子マラソンの上位3選手がそのまま2.34位となった。2004年8月22日、アテネオリンピックの女子マラソンは気温30度を超える国所の中でのレースとなった。25km 付近でノグジがロングスパートを仕掛けると優勝候補の世界記録保持者ポーラ・ラドクリフやヌデレバラの競合選手たちが遅れ始めた。 2 8トル過ぎではただ一人ついていた、エルフェネッシュアレムもついていけずに後退し、野口の独走となった。後半の3 2トルあたりからゴールまで、約1 0トル続く下り坂に入ると、一旦遅れたのでレバが追い上げて2位に上がり、ゴールに向け、野口との距離を詰めるが、12秒の差で、野口が逃げ切って優勝。シドニー五輪の高橋直子に続き、 日本に2大会連続のオリンピック女子マラソン金メダルをもたらした。記録は2時間26分20秒。2005年9月25日開催のベルリンマラソンでは2時間19分12秒の大会新記録を出して優勝。そしてこの記録は孫英結が持っていたアジア記録、渋井陽子が全2004年のベルリンマラソンで出していた日本記録を共に更新し、 当時のラドクリフ、ヌデレバの記録に次ぐ、世界第3位であった。この記録は、走った距離は裏切らないという言葉を胸に、毎日約 40km のランニング練習をこなしている成果である。所属するグローバリーの不祥事により陸上部が廃部されたため、2005年12月1日付でシスメックスに移籍した。移籍後初の大会となった2006年2月5日の、 第60回香川丸亀ハーフマラソンでは、事故の日本記録を上回るタイムを出しながらも、福祉加代子に敗れて2位。同年7月9日の札幌国際ハーフマラソンでは、中盤まで、大南ろ美とデッドヒートを繰り広げたが、その後引き離して終盤は、独走、大会新記録で優勝を果たしている。2008年北京オリンピックの女子マラソン代表選考レースである。 2007年11月18日開催の東京国際女子マラソンにエントリー2年2ヶ月ぶりのフルマラソン出走となった。野口と同期生で前日本記録保持者の渋井陽子や有力選手のサリナコスゲーとの優勝争いが予想されたが、レース後半の 30km 手前で渋井を引き離し、35km で粘るコスゲーもスパートで競り落とし、 3 5トルから4 0トルまで続く5キロメートルの急な上り坂を過去最速となる初の16分台のラップタイムで通過するなど圧倒的な強さでこのランコースを完璧に攻略。東京国際女子マラソンとしても大会新記録、大会初優勝を飾った。また、この優勝により日本選手として史上初めて東京、大阪、 名古屋の国内三大女子マラソンを完全制覇した。2008年3月10日の日本陸連理事会において北京五輪女子マラソンへ正式に代表入りを果たし、2大会連続の五輪出場を決めていた。2008年1月13日の全国都道府県体抗女子駅伝以来の公式戦となった同年5月11日の仙台国際ハーフマラソンは、 昨年の大会の自己記録を29秒上回るタイムで2連覇を達成した。しかし本レース以降は2年以上にわたり公式レースから遠ざかることとなった。野口はアテネゴリン以降怪我の戦いにも苦しむようになる。2006年9月24日のベルリンマラソンへ出場を予定していたが練習中左足首の故障のために断念。その後、 翌2007年4月のロンドンマラソンにも出場予定だったが、左足首の故障が再発し、またもマラソンを回避。2004年アテネ五輪後から2008年北京五輪前のフルマラソン出走は2005年9月のベルリンと2007年11月の東京国際女子の2レースのみであった。北京五輪女子マラソン本番前の2008年8月4日。 合宿先のスイスサンボリッツから緊急帰国。MRI 診断の結果、左足太ももの肉離れを起こしていることが判明。数日間様子を見たが痛みは引かないため、同年8月17日本番の北京オリンピック女子マラソンへは、レース前の8月12日に出場事態を表明。オリンピックで史上初となる女子マラソン種目での五輪に連覇の夢は、ついえることとなった。 野口が欠場した北京五輪女子マラソン、日本代表の谷選手の成績は、中村由里子が一人完走するも13位、と佐玲子は途中棄権に終わる惨敗だった。五輪女子マラソンで、日本代表が、メダル、入賞ゼロは、1988年ソウルオリンピック、以来20年ぶりであった。2008年10月12日の世界、ハーフマラソン選手権も欠場。その後、 怪我の回復が遅れて練習を詰めずレース復帰のめどの立たない日々が続き、また2009年4月には監督の藤田から引退勧告を受けていたという報道もなされていた。2010年10月24日、2年5ヶ月ぶりの公式レース復帰となる実業団女子駅伝西日本大会にシスメックス代表として出走。第3区を区間5位34分15秒で走り、 同代表チームは総合3位に入る。さらに、同年12月の全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会への出場権も獲得した。しかし、全日本実業団女子駅伝の本番レースでの野口は第3区を担当するも、39度の発熱と左足首の疲労骨折による体調不良が響いて、区間20位34分で l 秒もかかってしまい。 結局同チームは総合14人に終わった。以降は再び故障の治療に専念していたが、10ヶ月ぶりに2011年10月23日開催の実業団女子駅伝西日本大会に出場。第3区で区間1位32分25秒と久々に改装、チーム総合2位の成績に貢献した。同駅伝大会のレース後、ロンドンオリンピック女子マラソン代表選考会である。 翌2012年1月29日開催予定の大阪国際女子マラソンに出場する意向を明らかにした。3年7ヶ月ぶりのハーフマラソン出場となった2011年12月23日の山陽女子ロードレースではスタート直後から先頭に立ったが 9km 地点を過ぎて優勝した赤羽幸子らについていけず失速、結局5位に止まった。 その後、米国、ボルダーで、コーチトレーニングを積んでいたが、日本帰国直前の2012年1月19日、再び左足に、違和感を覚えて帰国後検査を受けたところ、左太もも裏の軽度の炎症と診断。結果、大阪国際女子マラソンへの欠場を表明、同年3月11日開催で、国内最終選考会、名古屋ウィメンズマラソンへのスライド出場で、 ロンドン五輪を目指すこととなった。4年4ヶ月ぶりのフルマラソン出走となった2012年3月11日の名古屋ウィメンズマラソンでは、一時あえてペースメーカーの前に出る、積極性を見せるも、1 7トル付近で左膝が抜けるような感じのアクシデントで先頭集団から脱落し、一時30分秒近く離された。しかし、そこから驚異的に追い上げ、 2 9トル過ぎで集団に追いつき戦闘を引っ張るシーンも見せたが3 4トルでついに力尽き優勝争いから脱落。奇跡の復活は起こらず6位に止まり、ロンドン五輪日本代表入りは絶望となったがまだやれると実感した野口は感激の涙を流しながらのゴールインとなった。ロンドン五輪落選後も 現役続行を宣言した野口だったが2012年5月13日の仙台国際ハーフマラソンは体調不良のため欠場。同年9月30日、ポルトガルで開催のハーフマラソン大会に出場、4位に終わるも後半にアクシデントもあったが、まずまずの手応えと納得のコメントだった。今後は、 翌2013年世界陸上モスクワ大会女子マラソン代表選出を目指す意向を表明した。しかし2013年1月27日の同世界陸上の選考レースだった大阪国際女子マラソンは急性胃腸炎の回復が遅れ2年連続でスタートラインに立てなかった。2013年3月10日世界陸上の国内最終選考会である 名古屋ウィメンズマラソンで1年ぶりにフルマラソンに出場。前半から集団を引っ張るなどの積極的なレースをするものの 35.5km で木崎良子、ベルハネディババのロングスパートに対応できず徐々に離されたが最後まで粘り切り2時間24分05秒の好タイムで3位入賞。同世界陸上の代表が自動的に決まる2時間23分台以内には 届かなかったが有力候補の一人となり、ゴール後の会見では、前世紀と同じように強気な走りができたと、笑顔でコメント。同年4月25日、世界陸上のモスクワ大会マラソン代表が発表。女子マラソンは、最近の不審への引き締めと代表派遣が3人のみ、絞られたが、木崎良子、福士加代子と共に、自身10年ぶりの世界陸上選手権。 女子マラソン代表に選ばれた。その後、同年5月12日には、前年欠場した仙台国際ハーフマラソンに出場。9キロメートル過ぎに、樋口のり子を引き離し、2位に1分近くの差をつけて、ハーフマラソンで約5年ぶりとなる優勝を果たした。レース後の野口は、優勝はできましたが、目標の1時間8分台、9分台のタイムが出せず、悔しいです。 気持ちを切り替えて世界選手権に向けて頑張りたい。完全復活にも少し近づけたと思います。と述べていた。同年8月10日に開催された世界陸上モスクワ大会女子マラソンに出場。気温30度を超える過酷な気象条件の中、レース序盤は福祉会横らと戦闘集団についていたが 10km 手前で集団から遅れ始める。1 2トル過ぎでは 木崎良子にも抜かれ、8.9位付近でレースを続けるも、30km 手前で太ももに痛みが走り、止まってしまう。その後レースを再開し、走行と歩行を繰り返していたが、2014年1月26日、アジア二川競技大会女子マラソンの先行レースだった大阪国際女子マラソンは、右大腿部疲労骨折の診断により、 同大会3年連続でエントリーしながらも結局は欠場。その後も怪我の影響などで満足にトレーニングできない日々が続く中、2016年8月のリオデジャネイロオリンピック出場を目指すと公言するも2015年世界陸上北京大会女子マラソンの国内選考会は名古屋ウィメンズマラソン等を含め全て回避、リオコリンへは 翌2015年度の国内選考会で勝負することを表明した。2016年1月31日、大阪国際女子マラソンと同時開催の大阪ハーフマラソン、女子の部に出場するも、リオ五輪女子マラソン日本代表内定者で、女子優勝の伊藤前に3分以上遅れの6位でゴール。その後野口自ら、私がオリンピックを目指すのはリオが最後。 名古屋でダメならこれで引退かもしれないと涙ながらにコメントした。リオ五輪へのラストチャンスをかけて2016年3月13日の名古屋ウィメンズマラソンに出場したが序盤の5トル過ぎで早々戦闘集団から脱落。その後もペースは上がることなく優勝争いに加われないまま結果2時間33分台の23位と記録、順位ともワーストに終わり。 リオ五輪女子マラソン日本代表選出はならなかった。それでもゴール後の野口は3 0トル過ぎから走っている人から沿道まで私をずっと応援してくれて花道のようだった。愛されていたんだなとしみじみ感じていたと涙ぐみながらも笑顔でインタビューに答えつつ今後はわからないが悔いの残らないレースができた。 モスクワで危険したことが心に残っていたので、ゴールできてよかったと完全燃焼できたことを強調していた。2016年4月14日、現役引退する意思を明らかにしたことが報道され、翌4月15日に所属チームの本拠地がある神戸市で引退記者会見を行った。その席で、野口はワコールに入社した時、足が壊れるまで走りたいと言った。 本当に自分が納得するまで走り切れた。清々しい気持ち、2年前から心と体のバランスが悪くなった。思うようにトレーニングができず、そのあたりから引退が頭の中にあったと安堵の笑みを浮かべながらコメント。ただし引退後の指導者転向は否定、また所属先のシスメックスを退社し、できる範囲内で陸上にたずさはあれば、陸上界に 恩返しがしたいと今後についてのビジョンを語っていた。なお、野口が引退するまで指導し続けた広瀬、英和総監督も5月31日付でシスメックスを退社している。同年7月7日、3日前の7月4日に野口の故郷、三重県伊勢市で一般男性と結婚式を挙げたことを公表した。その後、夫が中華人民共和国、上海市に 仕事の都合で転勤になったことから、野口自身も中国の上海市に移住した。2017年4月27日、愛知県名古屋市にある名城公園内に開業したランニングステーションとなりの名誉館長に就任した。2018年10月18日、かつてワコールグローバリー所属の先輩選手だった、牧和が乳がんにより49歳の若さで死去。 野口は、翌10月19日、牧の自宅、大阪文の教え弔問に訪れ、昔の仲間と一緒に、最後のお別れをしました。2017年の秋、岩谷産業の寮の内覧会でお会いした時は、元気でしたが、とショックを隠せず、牧先輩に憧れ、苦楽を共にして、大事な試合でも合宿でコーチングしてもらいました。気持ちが強い先輩なので、 表には出されていませんでしたと、追悼のコメントを述べていた。2019年現在は、大阪に在住し、岩谷産業のアドバイザーとして、広瀬監督のもと、不定期で指導している。2020年3月12日、2020年、東京オリンピックの聖火リレーにおいて、日本人最初の聖火ランナーとして、ギリシャのオリンピアを走る。野口水木金、メダルロード。 野口水木杯中日30を、伊勢さん、マラソン、三重県 A3 アリーナにて、2019年12月。ありがとうございます。